Beloved young women, 若い女性の皆さん、私は皆さんを愛しています。皆さんとご一緒できて幸せです。皆さんは本当に素敵です。皆さんの目には光があり輝いています。感謝しています。今年のミューチャルのテーマは信仰箇条第13条です。幼い頃に私は信仰箇条第13条を暗記しました。本当に大変でした。意味が全く理解できなかったんです。でも今は分かります。信仰箇条第13条は皆さん一人一人について述べています。皆さんが正直、真実、純潔、事前の徳を守り多くの善を行っていることに感謝しています。信仰箇条第13条の中で私が特に好きなのは、私たちはこれらのことを尋ね求めるものであるという箇所です。特に尋ね求めるという言葉が好きです。なぜなら私たちは消極的ではなく積極的であって、発見し獲得しなければならないという意味だからです。ですから今年は自分を救い主に近づけるような事柄を尋ね求めてください。聖霊、良い友人、そして救い主を求め、救い主のようになることを尋ね求めてください。主の模範に習うことを尋ね求めてください。主は皆さんを愛しておられます。私たちは神の預言者に導かれていると証しします。預言者は御父に導かれています。預言者に心を向け、その言葉に耳を傾け、その勧めを実行するならば、皆さんの人生は素晴らしいものとなるでしょう。また喜びと幸せに満ちたものとなるでしょう。そして地上で自分だけに与えられた神聖な使命を果たせるでしょう。愛する若い女性の皆さん、信じるものになってください。徳高いこと、好ましいこと、称賛に値すること、生まれあることを尋ね求めてください。実行するのは皆さんです。イエス・キリストの皆によって申し上げます。アーメン。